福島への思い、ふるさとへの思いみたいなのをちょっとお聞かせいただければと。はい、私もあの飯舘の自然の中で、幼い頃遊んで、しました。まあ、そういう中で、離れてみるとその自然の飯舘の良さっていうのが今分かってきている状況なんですけども、それをまた次の子どもたちに取り戻せればなというふうに思います。まずそのために除染を一つ一つ進めていくということかなと思います。